主に近距離における対戦射撃として設置するほか、コンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。発煙弾の効果をご確認ください。